勝勝負を挑みました白鳥の湖です。フリースケーティング 134.37 シーズンベスト更新です。ジャンプミスがありながらも高得点を叩き出した。キブヨナカムバック。優勝はキムヨナ。6位から猛チャージを見せた浅田は3位。表彰式では浅田にカメラを向け、そして演技後の舞台裏ではあの2人の姿が。そうキムヨナと握手し、おめでとうの言葉をかけた浅田。最初の2月は悔しかったんですけど、その他は落ち着いていつも通りできたと思うので、ここまで調子が戻ってきて、この大きな大会で挑戦できたことが良かったと思います。その目が見据えるのは来年に迫ったソチオリンピックの舞台。